グッバイ君の運命の人は青鬼じゃない、辛いけど否めない、でも離れがたいのさ、その髪に触れただけで痛い、やいや、あでも甘いな、いやいや、グッバイ HIKAKIN GAMES ハロー YouTube HIKAKIN GAMES へようこそ。どうも HIKAKIN です。はい、青鬼オンライン青の塔17回いきたいと思います。16回も難かったからね。17回はなんかおめかししたなんか帽子かぶったなんかこの魔女みたいな鬼がいますが、いきます、 GO 挑戦。まあ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 一発クリアだろうね。うん、見抜くぜ、一発で。魔女鬼が惑わせてくるぞ。正しい道を見極めよう。なるほど。なんか、偽物のなんか、やばい道があるんだな。オッケー。うん、赤い針がある。オッケーオッケーオッケー、左に行くんだな。オッケーオッケーオッケー、惑わせてくるぞ。どういうことだ？惑わせてくる。魔女鬼！わが！ちょっと待って。あ、そういう感じね。針を避けていく感じね。あ、なんか今、あ、鉄球流れてる。やば。じゃあ行くぞ。あれ？え、ちょっと待って。今度右向きになってんだけど。え、勘弁してこれ。そんなにステージランダム性あんの？行くよ。あー、鉄球早っ。あれ？え、なんだこれ。ちょっと待って、下どっかこれ見えないとこ繋がってるってことだろ。え、え、下っぽいよね、なんかね、下がちょっと見えてた。まさかこのトゲの穴に入るのか。あいつ無理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 じゃねえかよ。ちょっと待って、え、ちょっと待って、どこ、ああ、あ、向き変わったね。どっちだ、まさかこの炎でワープできるとかないよね。ないよな。炎を触る。入った、待って、こっち繋がってた。左でいいの？うわー、ちょっと待って、右だったのかな、これむずすぎるよ。まさかの壁の中繋がってるの見つけられたのは奇跡だな、これ。超引っ掛けステージじゃねえか。マジかよ。もうこれ右行く意味ないっていうことなんだよね、じゃあ多分。そうだよね、そうであってくれよ。ほらほらほら、待って、こっちまたマップ違うから、あ、なんか左、バーッ、ちょっと、なるほど。とにかくさ、トゲトゲボールのスピードが速いんだよ。行くぞ。あ、こっち向きの方がなんか、簡単そうに見えたんだけどな、こういった、あ、違う、これか、これ右。え？まさかこれ、どっか抜けられる。抜けらんないじゃん、え？え、これまさかこれも間違ってるってこと？このし、答えがわかんない。こっち向き、オッケー。これでも下手したらさ、いろんなところに変な隠し通路みたいなのあって、間違ってたら僕永久に見つけられないぞ。はあ、ああ、神回避。待って、この辺ってこと？え？え？どこだよ、どこだよ、は？さあ、今日はね、魔法のタイルやっていきたいと思います。そう願っても無駄だから、グッバイ君の運命の人は僕じゃない、辛いけど否めない、でも離れがたいのさ。消せねえぞこれ、あし。なんかこっちの向きしか当たんなくなったんだけど、よく見ろ。
ここは絶対合ってるよね。さすがに合ってるよね。これまで引っ掛けだったらもう絶望なんだけど。うい。あ、待って、これ炎の上通れる？あ、通れんじゃねえか。あった。銅像が怪しい。左か右かわかんないけどな。なんか銅像ある時点で行きたくなっちゃうな。オッケー、でも、わかったじゃん。やった。よし、なぜかこっち向きしかもうなんなくなったぞ。行くぞ、もう分かっちゃったぞ。分かれば多分簡単なステージだね、ここ。行くぞ、はい。やべ、あぶねんー、で、こ、もう攻めていこう。よいしょよいしょ。で、ここで、あ、ここ行っていいんだな。ここだっけ。合ってた、合ってる。で、こ、おお、すごい、余裕ある、余裕。あれ、これ封じ込められそうじゃね。あーあああ、分かんない。あ、抜けた抜けた、やった、ラッキー。怖すぎる。あ、早い、こいつ。あー、針の上歩いてくる、この鬼。マジかよ。あれ、銅像で鬼止めらんねえのかな。無理か。どうなってたっけ、銅像。止められんのかな、もしかしたら。ただなんか逃げ、うまく逃げれば逃げられそうな感じもしたけどね。シェイクザー、もう分かっちゃったね。銅像をよく見ていこう。あれ、ミスちゃった。で、ここは案外ストレートに行っても多分鉄球間に合った。え、超早いよ。超早い、待って、冷静に見ろ。鉄球。あ、これ止められる。え、これ止まってるよね。え、いけたかな。いけたんじゃないの。待って、これ右じゃないよね。あーオールバック。ああ、逆向きになった。せっかく覚えたのに。待って、でも同じ。もしかしたらただ逆なだけかもしれんぞ。あ、おえ、待って。え、これどっち行ったんだっけ。あ、こっちでいいのかな。あれ、いいんだよね。ああ、行くぞ。オッケー、好きな向きだ。えー、もうマスターしてきたかんね。はい、行くよ、冷静に行くよ。はい、15回裏ステージと比べたらこんなのは超簡単だぜ。オッケー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 。こっちで信じていくよ。これ違ってたらもうぶち切れるしかない。よし。オッケー、完璧。完璧だぞ。こっから焦んないでいけば。鉄球の向き的には、これ、こっちっぽいよな。逆向き。上と一緒で考えると、この向き。あぶねえ！鬼の音はするけど、怖い、上、敵来い。ああ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 、ここでせき止め、こう上にずらす。完璧、パーフェクト。あぶね、手が邪魔。この手は何なんですか。この手の謎は何か。今後時計されるんですか。クリアします、宣言します。ありがとうございます。最短ルート行ったる。よし、おい、俺は青鬼界のヤンキー。完璧、鉄球気をつけろ。おい、これ全通路にこれ来るのかな、鉄球。あ、怖い。よし、このラインは来てない、しばらく。怖いよ。おお、やったええ、開いてねえんだけど。どっかボタンあったっけ。右側だ。マジかよ。そっか、あの下行って右でボタン押すのか、多分。ああ、逆向きになった。右合ってるよね。オッケー。ま、全部全てが左右反対と思って挑むよ。もう分かんないから。ただ宝箱とかあったっけ、さっき。ここでここってこと。あ、違う、ここ。おお、左右大体合ってるか。金塊がある。うわ、トゲトゲボールは、あれ、あれなんか違うけど。
あ、なんか似てはいる。よしよし。あぶね。で、お、なんか似てる。あ、ちょっと待って、知らないよ、でも。え、ボタンは、あれ、こっちにゴールがある。ちょっと待って、なんだこれ。てっかーってことは、左にボタンがあんのかな。マジかよ。よーし、知ってる向きだ。行くよ。そろそろクリアしよう。20回ぐらいやってるよな、もう。20回どころじゃないか。よいしょ。よーし、行くぞ。集中集中。あ、集中力が切れてきている。やばい。そう。ただ、ここがちょっと遅くなったけど。危ねえ。オッケーオッケー。これで、これで、青に止まったから。あった！あった！こんな近くに。ああ焦んな。ああはい、これはこっちだからね。オッケー。で、ボタンが今こっち行ったから、この鉄球がさ、もうはっ、え、ボタンの横から出てくんの、マジあー、向きちげー、向きちげーし、マジかよ。大丈夫大丈夫だ。グッバイ青鬼くんと、グッバイグッバイこれでこうだから、うわ、これ、これでクリアしたら超かっこいいよ。逆向き、ちょっと違うかんね、これ。あぶね。あー、すり抜けてきやがった。いや、これ無理じゃない。いや、僕は、あー、これ無理。無理だよ。逆向きでクリアしてやるぜ。未知の部分がいっぱいあるけど、さっきちょっと分かったからな。行くぜ、グッバイ。グッバイ、君の運命の人は青鬼じゃない。辛いけど否めない、でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで痛い、やいや、あ、でも甘いな、いやいや。グッバイ俺とって君はない、辛いけど否めない、でもカモンがさいいのさ。青鬼とのラブストーリーあ、それは予想不可能。始まれば。青鬼とのラブストーリー、それは予想通り。今始まれば一人芝居だ、きっとどうに。ずっとダメだ、歌いながらできねえわ。どっちかが間違えちゃう。ずっとそばにいたって、結局ただの観客だ、感情のない。来んなよ、青鬼。やったー！ 30 回ぐらいやった気がするよ。あーこれ結構難かったね、この回。歴代トップ3に入るんじゃないかな、これ。難かったから、青鬼に2倍。ガチャ10連。おっ、来た、やっと来たよ。お前今回来なかったからさ、やっと来たよ、魔剣伝説。お前最近ね、コメント欄でね、ヒカキンさん魔剣伝説を組んでるでしょうって来てたんですけど、組んでません魔剣伝説のね、音楽が聞きたいだけなんだけどさ。よし、あと残すは18、19、20。次回18回からやっていきたいと思います。今回遊んだ青鬼オンラインのダウンロードリンク、この動画の説明欄に載せておきますので、
ぜひぜひダウンロードして遊んでみてください。この動画もしよければ評価グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキンゲームズのチャンネル登録はこちらをポチッ。その他私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTok もやってますので説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。